の大垣藩の城代である。鉄心は豪で、名は忠広。文化14年11月3日、代々城代を務めた小原家に生まれる。天保3年11月6日に家督を相続し、藩主、戸田市政に仕えた。大垣戸田藩は三代藩主、戸田氏西以来、山賀流兵学が定着していたが、鉄心は、天保8年には、山賀元身より、 大火回電を与えられる。市政に徴用されて上代に任じられ、西洋文明の導入や大砲の鋳造など、反省改革を積極的に行った。過労ではなかったが、反労として称され尊敬されていた。嘉永六年六月に、ペリーが浦賀に来航すると、浦賀奉行と出し境は本家である、大垣藩とだけに支援を要請した。鉄心は、藩平と共に、 浦賀警備のために派遣され、市境を助けた。市政が隠居した後も新藩主と出し、明のもとで徴用され、文久三年には、市明に従って上落した。元治元年の金門の変では福原元官率いる、長州藩の軍勢と戦い、伏見まで追い詰めるという武功を挙げている。 慶応元年8月に、死明が没し弟の戸田氏高が12歳で藩主となると、氏高に引き続き仕えた。慶応4年1月3日、三与に任じられて、新政府に出資。しかし、この日に始まった戸場、伏見の戦いでは、大垣藩は幕府軍に従って出陣しており、養子の小原兵部率いる藩兵が淀への先鋒を務めている。 鉄心は新政府の許可を得て10日に大垣に帰り、砂漠派と論争を行う。隠居していた市政の指示を受けた鉄心は宇治高を説得して、反論を尊王派で統一、教順を誓う宇治高の受け書を京都に持ち帰った。新政府に教順した大垣藩は、以後の母親戦争で新政府軍に加わり、鉄心は兵部を、東山道戦法として従軍させている。 新政府では御新政行行御用係、会計官判事を歴任した。明治2年には、藩籍奉還により、大垣藩大参事に任じられている。明治5年4月15日死去、去年56、明治20年、正五位を追贈された。鉄心の功績により、明治33年5月、小原正進に断尺が授けられた。 柳川西岸らとも交友があった。別荘、胸に雄荘の一部は、大垣城内に移築されている。向かうそ、胸に雄荘、小原鉄心線茶室、奥の細道結びの地記念館、岐阜県大垣市。ありがとうございます。